生まれ変わったと言っても過言ではない。毎度光栄です。パワプロ2024発売直前の7月10日、ついに栄冠ナインの新情報が解禁や。今回はこれまで以上に大幅な新要素が満載、特に重要な変更点をこれまで栄冠ナインに特化した解説動画を出してきた光栄の目線で具体的に全てこの一本の動画でごっそり紹介していきますぜ。今のうちにチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ほな早速見ていきましょう。最も大きな変更点はこの画像に詰まってますわ。ベンチ入りメンバーが18人から20人に増加。しかもこれ1年生の人数見てくれます？16人おんねん。前作までは最大10人だったのが一気に最低6人も増加する気配。この情報は7月10日の情報解禁までに最も議論が湧き上がっていた話題なので、今回ようやく全容が見えてきたといったところですわ。こうなってくると毎月の練習指示の重要性が跳ね上がるし、守備のスペシャリストや代打の切り札、やたら声のでかい盛り上げ上手くん等の役割分担がさらに細分化できそうな大きな変更です。そもそも名門校と呼ばれる高校が毎年1学年10人ってだいぶ土地狂ってたよね。さらに野球部運営をするモードとしてのリアリティが向上したんやないかなと思います。個人的に一番嬉しい変更点はこれですわ。これまでどんなに強く望んでも野手が変化球を覚えることはできへんかったし、もちろん練習指示で投手能力を上げることなんかできなかったわけなんやけど、今作からそれが可能になりましたわ。やるやんコナミ。せやけどこんなもんどう活用すんねんと思う人もおると思います。そんなそこのあなた、天才野手の投手起用も可能やと聞いたら、ちょっとこの新仕様の凄さが分かってきません？これもリアリティマシマシですわな。リアルの高校野球でもようあるんですわ。野球上手い内野手の子とかがピッチャーとして登板することがね。余談ですが、高校生も現役教師の時代に高校野球の監督をやらされていた時期がありましてね。その時も抜群に上手いサードの子にピッチャーやってもらいました。もともとサードやのに最後の方はエースになってたで。まあ栄冠ナインでも育成の幅がごっつ広がるから、この仕様変更はほんまにありがたいですわな。高校生としては野手の投手コンバートの次に嬉しい変更点、栄冠ナインでオリ編解禁。今までパフェスとかそういうとこで新たに生まれるオリ編を指を加えて遠目に眺めてたんすわ。栄冠ナインだけ蚊帳の外やったからね。せやけど今回アイテム一つでポーンと習得できそうな感じやね。これは嬉しいやろ。これによって今までどこか無個性感が漂っていた栄冠さんの投手に大きな個性がつけられるで。アイテムの使用上、おそらく今作も1選手につき1つしか使えないはずやし、ライジングショットみたいな第2ストレート系か、アバトモールみたいなフォーク系か、そういった新球種を一瞬で覚える仕様なのか、はたまたもともと覚えている変化球を折り変にしちゃうアイテムなんかはまだ分かりませんが、とにかく楽しみですわな。あとアイテム業者を呼び出すアイテムも追加されたらしいね。これはまあデメリットもないし、シンプルに嬉しいんちゃうかな。たださ、コナミさんよ、さすがに今作はまとめ買いできるんでしたろな。高校生はメンタルが不安定で当たり前。現実の高校野球でも伝令の使いどころはほんまに重要なんやけど、今作からは攻撃時にも伝令が可能に。しかも画像の通り攻撃時と守備時にそれぞれ3回ずつ使えるっぽいわ。せやけど気になる点は他にもいくつかあってやね。まず盛り上げる系の伝令で打撃力アップらしい。守備時は助言する系の伝令で投手能力が上がっていたことから、もしかすると攻撃時と守備時で伝令の役割がガラッと変わるかもしれませんわ。ほんで個人的に一番気になったのはこれ、気合を入れる系の伝令が追加されとることと、前作までの最強伝令だったハゲマス系の伝令が見当たらないこと。もしかすると攻撃時と守備時で伝令の種類が変わる可能性もあるけど、確かにね、気合を入れるもんも
励ますんも、シチュエーションが違うだけで声のかけ方は似たようなもんやしね。仮に励ます系が廃止された場合、投手がスタミナを上げる重要性が少し増えたかもしれん。というより前作までスタミナを上げる必要性が皆無やったから、これは大いにあり得ることかな。とにかく攻撃時の伝令も可能という大きな変更点ばかり見るんやなくて、そういう細かい変化にも気づいてこそ解説動画投稿者よね。はい、そんなコークエのチャンネル登録高評価まだの方、よろしくお願いいたします。調子のんなって思うかもしれませんが、それだけはほんまにお願いします。ようやくここが分かってくれましたが、コナミさん、今まで裏で動いていた評判ポイントという細かい数値の変動を把握してない限り、自分の学校の評判がどんなもんかが全く分からんかったのが前作まで。いつ訪れるかも分からない競合落ちにビクビクしながらプレイしていた監督さんもさぞ多かったことでしょう。せやけど今回そのストレスからようやく解放。試合終わりにゲージの増減を見せてくれるようになったので、そのストレスとおさらばできるで。この親切さ、もう少し早く持ってほしかったで、コナミさんよ。ともあれ単純に嬉しい変更ですわな。これに関しては7月10日の情報が出る前に練習効率中アップの表記がある映像がコナミの公式動画で出ていたので、ある程度予測できてたんやけど、スポンジドバケツなどの練習効率ダウンを防ぐためのアイテムの効果発動も見ることができるようになったのを今回確認できたで。前作までこのスポバケをちゃんと有効活用しているかどうかで育成上手と下手くそに分かれていたので、この変更も地味にライトユーザーにとっては大きい変更点やと思いますね。本作では他校調査、グラウンド整備、個別指導の新しい進行アイコンが追加されました。こちらもコナミの公式動画からグラウンド整備は練習効率小アップの効果を確認できてたんやけど、今回他校調査の効果を確認できましたわ。こちらも練習効率小アップの効果があるんやけど、さらになんちゃら高校との試合が有利に進むようになるらしいですわ。試合が有利に進むようになるってなんやろう。やはりパワプロの伝統と文化を継承し、下剤入り弁当を相手チームに、いや、なんでもないです。正直個別指導が一番気になりますね。おそらくランダムに選ばれた選手一人の基礎能力か特殊能力に関係する進行アイコンになるんやと思うんやけど、こちらは発売するまでのお楽しみってことやろね。他にもスカウト調査済み地域の可視化や、試合時に相手チームの戦力表示の際、個別と総合の表示もそれぞれ可能になったりと、便利機能が満載みたいですわ。さあ、これで今回の新情報もおしまいやと思った方、まだまだ本番はこれからやで。コークエが最も力を入れているスカウトの情報がまだやからね。というわけで、ここからはこれまで出ていた情報に7月10日の最新情報でより深く分析できた情報をお届けしますぜ。以前にコークエもショート動画等で発表していたんやけど、今作からスカウトで転生選手が登場するんですわ。これはほんまに大きい変更点や。7月10日の新情報ラッシュには驚く内容がたっぷりやったけど、やっぱりこのスカウトに転生選手が出るという情報がいっちゃん驚いたのには変わりないわな。せやけど今回ちょっとびっくりする情報が追加されたのよ。スカウトに転生選手として菊池雄星が出ている画像とともに、公式サイトにこんな表記がされていたんすわ。日本人転生 OB 選手はと記載されています。ほな転生プロ、要は現役のプロ選手はスカウトに出てけえへんのかという話になるでな。これせやけど安心してください。以前発表された途中開発の画像に現楽天のピッチャーである酒井選手ががっつり映っていたので、おそらくこれは単に
公式サイトの文章のミスであって、普通に転生 OB も転生プロも両方出てくると思われるで。まあ、今回に限らず、パワプロ2024の新情報の際には、たびたびコナミはお詫びと訂正を繰り返しとるので、もういちいち指摘する気にもならんよね。さすがにわざわざスカウトに転生プロも出るように開発していたものを出ないように調整し直すという、誰のためにもあぬんこのね、わからんような変更をしてくるとは思えないので、ここは安心しておきましょう。ちなみに前作まではこの戦績によって入部交渉の成功率がガラッと変わったんやけど、今作のスカウト時の転生選手の戦績は漏れなく不明。これがどのような交渉成功率なのか、もしくは条件別で成功率が変動する仕様なのか、大切動画勢としてコークエががっつり検証するつもりやから、そちらもお楽しみに。せやからそんな仕様解説の動画を見逃さないためにも、やっぱりチャンネル登録高評価よろしゅお願いいたします。ほんまお願い、ほんまお願い。さて、そんな転生選手、栄冠ナインには日本人、厳密に言うと日本球界からキャリアをスタートした選手しかこれまで登場していませんでした。日本人以外は今作でも出ないのかというと、ついに今作から外国人 OB や外国人プロ選手も登場。ついに来ましたこの新機能。さすがにスカウトでは出てけえへんけど、入学式に留学生として外国人 OB や外国人プロ選手が登場。ちなみにこちらも外国人 OB 限定の出現かのように記載されているけど、先ほどのコナミのミスと同様に転生プロも登場すると予測できます。現在オリックスで頑張ってるエスピノーザが留学生として入部しとる画面も出てるしね。ただし学校の評判が一定以上になることでという記載があることから、中堅校や強豪校にならないと来ない仕様だと思われます。7月10日の発表では、楽天や巨人で活躍したマギー選手がお披露目されとる。ごっつ強くて草。ちなみに以前公開されたバースは完全にぶっ壊れでした。ということで、これにて今回出た情報はここまでと思った方、もう一つ聞いてほしい。ここまでの内容はあくまでも公式から発表された情報のみです。私コークエはあくまでも解説動画投稿者、そしてほぼ毎日19時からライブ配信をしています。というわけで、新作発売直前分析、新情報と攻略法という具体的な攻略法を分析する配信を7月15日の19時から実施予定です。もちろんその内容は動画としてなる早で公開する予定です。しつこいようですが、こういった情報を今後も逃さないためにも、チャンネル登録高評価通知オンの設定よろしくお願いいたします。お願いついでに、今日までに出た新情報で皆さんがいっちゃんテンション上がった面や、逆にごっつ不安になった面をぜひコメント欄に書いていったってください。質問コメントがあったら答えられる範囲で答えていきますわ。ほな、最後まで見てくださった皆さん、ほんまにありがとうございます。お疲れさーん。